はい、皆さんこんにちは。こんにちは。吉村さん、また同じ格好してないですか？ていうか、あなたがどんだけ変わっていくんだって話なんですけどね。今日何ですか、これ。あ、こっちね、うん、これはあれですよ、ほら、わかるかな。ゴッドイーターシリーズといえばね、この人気ゴッドアークという特殊な武器を、とっても落ち着かないわ、隣でこうやって持たれる。まず吉村さん的にはゴッドイーターのバトル、まさかからっていうのはありますか？そうですね、まあ一番特徴はやっぱりこの今富澤も持ってる武器ですよね、はい、でこれはまあ近接剣隊ですね。今状態としては剣の剣隊で持ってますけれども、はい、でまあ、そういう意味では大きな、まあ、ゲームのアクションとしての特徴としては、うん、まあ、こういった、各パーツ、これパーツでできてるんですよ、はいはい、等身パーツと呼ばれるものと重心パーツで走行パーツで、これでもいろいろ種類があってですね、はいはい、でそれぞれで、ね、アクションが違ったりするんですね、紐みたいな。ビースナー今ね、うん、ジム通ってるので、ね、ずっと結構アクションの仕方によっては空中に対空中に続けられてる、うん、まあ、非常にあの超人的な能力を持った、まあ、キャラクターを、まあ、操作して戦っていただくというところで、まあ大きな特徴はやっぱその変形する武器、うん、そしてとにかくスピードが速い、はい、そこがアクションの大きなポイントだと思います。そうですね、まあ、今回、我々ゴッドイーター2レイジバーストまでにトータル6種ですね、うん、まあ、例えばご紹介しますと、剣も長いのとか短いのとかあるんですけど、うん、それだけでなくハンマー、例えばハンマータイプ、そしてスピアタイプ、さらにサイズですね、サイズ、鎌ですね、はい、うん、まあ、それぞれ全く違う、まあ、挙動をするあのアクションを楽しめるので、うん、捕食形態ということで、うん、人気の、はいはい、この肉のパーツからね、ここ人気の、肉のパーツからグワッと敵を食らうように、うん、まあ、瞬時に、はいはい、こう異様の、まあ、この人気自体はね、荒髪のこれまたあの細胞を使って作られているので、そういうことなんですね。その本性がね出て、なんか荒髪と同じ材質のものが、ね、荒髪を共食いするように、はい、捕食してしまう。はいはい、この銃形態で打ち出す弾、はい、弾丸なんですけども、その弾丸の挙動をですね、うん、まあ、各種チップを組み合わせて、チップを、はい、要素を組み合わせて自由にカスタマイズできるんですね、まあ、例えば普通に弾を打ったらピョンと飛んで一発、まあらがめに着弾すると普通はそこで弾けて消えてしまう、はい、ダメージを与えて消えるんですが、例えばそこに貫通という要素、因子をまあ乗せることで、うんうん、その弾が敵を貫通してさらに奥の敵まで、さらにその弾を一度上に曲げて上げてからで、頭の頭上に落ちるようにホーミングして落とす弾をしたり、あの日本でもものすごいこのバレットエディット職人と呼ばれるですね、うん、ものすごいこう装飾的なものだったり実用的なものとかどんどんこうユーザーさんが開発して、 そしてあのオンラインでみんなでこうカードを交換することでそれを広げてくれたりして、非常にあのコミュニティが活発化して、そうなんですよね、またちょっと違った遊びが、うん、あの展開されてるんですけど、我々開発者にとってはね、あの毎回知恵比べというか、そうね、まあ、ある程度この大きな破綻はないように一生懸命考えてる設計はしてるんですけど、やっぱりユーザーさんの研究力というのは凄まじくてですね、すごいね、毎回 これまでの歴史、モテた歴史、毎回お客さんにすごい弾を作られてしまって、さあどうしようか、強すぎる弾をというようなね、歴史もあったりしました。まあ、何にしろ、やっぱりシリーズを通して、この爽快さとスピーディーな戦い、はいはいはい、まあ、よりこうハイテンションな戦いっていうのを、あの突き詰めてきているのが、この持っていたシリーズという形になりますので、まあ、新たにここから欧米の皆さん、プレイをされると思うんですが、やはりあのおすすめは、リザレクションから。そうですね、やってもらって、うん、基本的なバトルになれつつ、うん、まあ、だんだんとストーリーの展開に沿って新たなシステムが開放されていく、うん、はい、なので、まあ、だんだんと慣れながら、まあ、どんな方でも最後は神がかったプレイが、ね、うん、ブラッドレイジで楽しめると、そうなんですよね、うん、いう作りになってますので、まあ、じっくりとこの人気アクション、そして今お話しした、まあ、さらなるあの必殺アクションというものを楽しんでもらえればと思ってますね。わけで、まあ、今日はあのこんな感じで、うん、バトルスタイルについて、うん、あの話してきたんですけど、あの吉村さん的にはこの、自分のお気に入りのスタイルってありますか？そうですね、僕はやっぱ、ずっと、うん、
いわゆる一撃が重たいバスターブレード、はい、一番重いやつですね。そうですね、それで一撃で敵をこう攻撃するのがすごく好きだったんですけれども、うん、最近やっぱりブラッドレイジおよび、うん、先ほど言った捕食スタイル、クリエイタースタイル、はい、いろんなまあシステムが、まあある中で遊ぶ中でやっぱこのプレデタースタイルってシステムだと捕食がたくさんできるから、うん、じゃあちょっと身軽な、うん、ソフトブレードと呼ばれるような身軽な回転の速い武器にしようとか、うん、でブラッドレイジのある時は的確に敵にダメージを与えたいので、うん、非常にリーチの長いバリアドサイズっていうものを使ってみようと、まあ、その各タイトルごとにやっぱ好みのスタイルっていうのは少しずつ変わってきたのです。ストラテジーガイドからこれですよ、うん、ものすごい数のやっぱり人気があるんですけど、はい、すごい分厚さですよこれ。このぐらいね、こうそれを書くだけでこうなんか電話帳みたいな武器になるんじゃないかっていうですね、大変な物量が入ってまして、これボットイタッツレジバストだけでこんだけの量ありますので、もう武器を作って試すだけで。というわけで今回は武器アクションについてお話ししましたが、まだまだね言いたいことはたくさんあると確かいうことで、次回はマルチプレイの話とか、おもろもろ、まあそんな話もしていこうと思いますので、楽しみにしていただければと思います。それでは今日はこの辺で、ありがとうございました。バイバイ。